作ったボンゴレいただきます。はぁ、うまいね。今日はアスティのロセッコ。アスティはロセッコだね。では春の味覚、アサリのスパゲッティです。ボンゴレスパゲッティね。今日はちょっとイタリアンパセリたっぷり、あとプチトマト少し入れました。美味しいかな。うん、この時期はもうぷっくりとした身なんですよ。うん、いいね。もう一発。美味しいです。ちょっと最初のスパークリングワインね、これ入れちゃったんでちょっと甘くてね、後から辛口の赤白ワインを足しました。まあでも修正聞いて美味しくなったよ。まあ春になるとこのボンゴレだよね、やっぱね。プチトマトも少し入れました。うんうん、本当美味しいです。さあ、じゃあ今日はこんなところですかね。もし気に入ってもらったらチャンネル登録、あといいねボタンよろしくお願いします。使用原材料なんかは概要欄に載せてますので、そちらもご覧ください。ではチャオチャオ。チャオ。